僕はフランスだと思ってます。はい、フランスかー。いやー、これ、ちょっと根拠とかっていいですか？まあ、やはり、こう、うん、メンバーが揃ってる。はい。で、デシャンの、まあ、フットボールっていうのはずっと長く続いているっていうのもそうですし。うん、まあ、とにかく選手層が厚い。厚いですよね。真ん中のラインが特に素晴らしいんで、まあ、センターバックもたくさんいますし。うん、はい。まあ、あと、エンバペもいて。で、やっぱ、グリーズマンの存在もすごく大きいなと思います。うんうん、これやっぱ、直近はあれでしたけど、はい、もう戻ってきて、やっぱり、ジルー・グリーズマンの2トップで左ウィング、エンバペみたいな、うん、あの形になるんですかね。になると思います、結局。うん、で、フランスとドイツが親善試合でやった試合を解説したときに、グリーズマンがその試合出なかったんですよ。うん、そしたら案の定全然噛み合わなかったんで、うん、まあグリーズマン次第っていう部分はあると思うんですけど、まあメンバー見るとやっぱり強いなっていう。うん、懸念はありますか？懸念そうですね。だからグリーズマンが抜けたときに、はい、じゃあ誰がその中継役としてチームをこううまくまとめるのかっていう部分はすごく心配。うん、はいはい。なんかグリーズマンとジルーいると、はい、左ウィングのエンバペが戻らなくてもいいというか、うん、左ウィングで自由に振る舞えるんですよね。はい、グリーズマンが代わり戻ってくれて中盤は残ってる選手たちと形成してみたいな。あれすごいっすよね、うん。エンバペ出ても普通に守備しないですもんね。そうですね。で、エンバペいると右のデンベルは労働者になるんですよね、ちゃんと。そうそう、それはあるし。はい、まあ、左がセオエルなんですと。はい、エンバペになるから。はい。その二人も強烈すぎますよ、左は。懸念として僕、サリバコナテが2センターバックだとフランス代表強いと思うんですよ。うん。これが結構いろいろ今使ってるじゃないですか。そうで、意外とデシャン、サリバと。そうなんです、考えない。はまってない感があるんですけど、これが大会まで、いろいろ試してのこれなのか、このメディアにもサリバの好きじゃない行動があるとか言ったりするんですよ。そうそうそう。で、これ言うことによって、隠してる説なのか、本当にそうなのかっていうのが、蓋開けてみないと分かんないですよ、ね。あとあれでも、なんかデシャンはサリバがアーセナルで競争する相手がいないから、フランス代表で使えないみたいなのをちょっと言ってて、ちょっと日本人としては聞き捨てならない。よく分からない理由だなっていう。アーセナルでフルで出てたら使うでしょう。そうですよね。でもセンターバック、ウパメカノいて、まあ、パバールいてとか、たくさんいるから、はい、そこで誰を使うか。そうですね。そこの人選で、あと、あれはないんすかね、フェラン・メンディ左サイドバックはないんすかね。ああ、メンディね。でもあるんじゃないですか、今季の活躍なら。怪我がなかったら、うん、フェラン・メンディ、コナテ・サリバの右が多分組んでかな、みたいな、うん。この4で結構いけたらいいんですけど。いや、強いね。真ん中に、ちょっとビースト系のセンターバックが入ってくると、うん、ちょっとポカっちゃうみたいなことがあってっていう、そこが僕的には懸念ですけど、ね。でも結構デシャンはウパメカノを信頼してるけど、今季そのバイエルであんまり調子良くないから、はい、だからそこが誰が出るかね。サリバと。そうですね。うん。コナテも使ってほしいけど。使ってほしいですね。サリバコナテが最強でしょ。なんですけど、やっぱ監督の好みによって、そっちなんだっていっぱい見てきたじゃないですか、歴史。はい、間違いないです。はい。で、デシャンがそれ選んでくれるかどうかみたいな、うん、それ選んでたら僕もフランスあるっていうか、う本命だなと思いました。まあでもだって中盤もね、チュアメニもいるし、カマビンガもいるし、ラビオもいるし。はい、うん、そうっすよ。結構メンツはいますからね。はい。